All right, let's continue. わあ、この大劇場の雰囲気不気味すぎ。ゾッとする。普通、観客が入ってなくてもスタッフくらいはいるはずだよね。なんで物音一つしないの？What the hell is going on over here? Treasure. Brilliant. More funds for Kamen Rider Sam. I mean Flyfly. More album?March behind you. Nani? いい加減にして驚かさないで。I just feel like doing that. この人形は舞台のセットかしら。それにしてもロビーにも全然人影がないなんて、ちょっとおかしいわね。Follow the guide through the ascending corridor. なんか変な感じがするんだけど、うちら来る場所間違えたわけじゃないよね。この向こうに大劇場は一つしかないはずよ。じゃあサンデーにすっぽかされたのかな。舞台で勝敗を決めるって言ってたのに、なんでいないんだろう。お待たせしてすみません。みつきさん。お、サンディ、びっくりした。どこで喋ってるの？私は幕の裏で皆さんをお待ちしています。セレモニーが始まる前にアスデナの古い伝統にのっとり、皆さんには3つの幕前劇を一緒に鑑賞していただきたいと思います。 3X of stage play? 歴史は鏡のようなもので、宇宙の真なる姿を映し出す。この機会にぜひピノコニーとアイオーンの歴史をより深く理解してください。そうすれば未来の輪郭が自然と見えてくるでしょう。この世界の始まりから話しましょう。黄昏戦争の後、空は空虚となり、大地は混沌としていました。そんな折、天地万物を人に認識できるものにするため、秩序のエナが誕生しました。それが1日目です。 What the fuck am I looking at? What the fuck am I looking at? ソア、星雲をプレクトラムに白と黒の鍵盤のあるチェンバロを作り上げました。What the fuck is this? 白い鍵盤を叩くと太陽が昇り、黒い鍵盤を叩くと月が昇ります。こうして昼と夜ができました。これが2日目です。Try not to engage. Guess I against it. Activating combat mode.
Youch. Adrib de. Kiroku kaishi. Shinkoki. Ii fukuri kousei da ne. Itte, Kabu. Mou genkai ka. Mata sore ka.ペースを合わせるぞ。ドリームカムトゥルー、 It's ショータイム。コラボスタート。焦らないの。もう限界か。市場が錯綜してる。ん？ああ、先を見据え長期的に見るのが投資成功の秘訣。答えてみろ。マイナスだ。アドリブで。お、スーパーブレイク。遠くに行くためなら手段を選ばない。えい、いい福利構成だね。やっ。オッケー、これでこのプロジェクトは完了だね。Yeah. Unfortunately, Tofaz is not good in terms of survivability. What? 人形たちが額縁の周りに集まってる。うちらも行った方がいいかな。Okay. Stage play act one.Ode to prisoner. Okay. ここは一体どこなの？この場所の雰囲気はサンデーさんの心の世界に似てるわね。この幕前劇っていうのも同じような能力なのかも。Okay. この劇のタイトルは囚人参加。周りの雰囲気も考えると。これから上演されるのはキノコニの過去でしょうね。最近の開拓の旅じゃ監獄に入れられなかったから、やっと運が向いてきたって思ってたのに、結局こうなる運命なんだ。皆さんは遠方からいらしたお客様、私としても武力衝突は望むところではありません。ですから取り返しのつかないことになる前に三つの劇を用意しました。どこから物語を始めましょうか。そうですね、ピノコニーが辺境の監獄だった頃の話から始めましょう。はい、遠距離コンバットも。Audio. Stand by. Dream come true. It's show time. Collab start. Yeah. 評価を始めるね。行って、カブ。市場が錯綜してる。あ、長期
間見据えるのが成功の秘訣。へ？ヤイクス。答えてみろ。よし。ヒラップ。飛ばします。いい福利構成だね。Okay. Alright, let's keep walking. And yes, apparently we're in a different dimension. You will occasionally discover some scattered dream bubbles in the map. Due to them being unconnected to passable platform, these dream bubbles cannot form bubble bridges. After interacting with the control panel, the corresponding dream modules and their trajectory will be highlighted. By interacting with the control panel, the dream module can be moved along the designated trajectory. When moving the dream module, the scattered dream bubbles on its surface will also move with it. When the placement of the scattered dream bubble meets the requirement of forming a bubble bridge, these dream bubbles will congeal. When this happens, approach with a bubble charge to manifest a bubble bridge. You know what? Activating combat mode. アドリブで最終目標出撃で評価を始める。生産しましょう。市場が咲く。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。あ、僕が質問する。テスト。ペースを合わせるぞ。存在とは知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。これでこのプロジェクトは完了だね。I think there was a little bit of a lag frame right over there, but琥珀歴2147期。囚人のハヌヌが大規模な戦争を始め勝利を収めました。カンパニーはこれを辺境戦争、アスデナの人々は独立戦争と呼んでいます。What's over here? Okay.Check this area first. Oh, treasure. Grab the bubble charge again. The other side. ハヌヌ氏は偉大な人物でした。しかし、彼は囚人たちを解放することはできても、真の自由を与えることはできなかったのです。尊敬する旅人たち。ここに残ってくれてありがとう。3人の七使人がこの地にとどまり、辺境の監獄に開拓の教えを伝えようとしました。しかし残念ながらそれは無駄に終わりました。エッジベリコンバットモードゲーム。
ストスタンバイ、ドリームカムトゥルー、イッツショータイム、コラボスタート。よし、生産しましょう。回答を楽しみにしているぞ。テスト、俺もレフ0点。 Well, that was fast。 これでこのプロジェクトは完了だね。3人の七死人がこの地に留まり、辺境の監獄に開拓の教えを伝えようとしました。しかし残念ながらそれは無駄に終わりました。今後期待。Oops. アドリブで。いって、カム。地上が錯綜してる。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。ワンダウン、チリホー。プラス5点。答えてみろ。ペースを合わせるぞ。ドリームカムトゥルー。 OK, that's gotta hurt。 生産しましょう。ふっ、僕が質問するテスト。マイナスだ。存在とは、知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。 OK, next。 これでこのプロジェクトは完了だね。オプス、ローバトン。俺たちは改めて牢屋を作るべきだ。アスデナは再び戦火に包まれました。今回の敵は内部から現れたのです。囚人は死ぬまで囚人のまま、知っているのは自由のために戦うことだけ。彼らは自由のために生きることを知、この焦土の上に築かれた自由の地を気に入ってもらえると思うんだが。We fighting against an elite boss? 彼らの刑期はとっくに終わり、カンパニーの監守も追放されました。しかし、この囚人たちは奴隷のままです。なぜなら、彼らは外の世界のものに囚われているのではなく、彼ら自身の心に囚われているからです。自由はどこにでもありますが、弱い魂にだけは存在しない。それは誰にとっても助けにもなるわけではなく、その存在を信じる者の助けにしかならないからです。囚人たちよ、自由を学べ。そして兄弟たちに教えるんだ、生きるために戦うのだと。Oh, battle lady. 見てるだけなのに、なんで戦う必要があるの？皆さんにはこの劇を楽しむだけでなく、完成させるのを手伝っていただきたいからです。Yeah, whatever. 行って、カブ。止血しないと。回答を楽しみにしているぞ。答えてみろ。マイナスだ。スタンバイ、アドリブで。よし、よし、遠くに行くためなら手段を選ばない。えい、ナイスコンビネーション。生産しましょう。
長期間見据えるのが成功の秘訣。僕が質問する。はっ、記録開始。行って、カム。ペースを合わせるぞ。フッ。テス。零点。最終目標出現。や。意味かぶ。カム、焦らないの。生産しましょう。スタンバイ。ドリームカムトゥルー、 It's showtime。 コラボスタート。回答を楽しみにしているぞ。答えてみろ。存在と感知、知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。低リスク高リターン。マイナスだ。零点。あ？オッケー。アドリブで。And just like that, done in dust. もう邪魔する奴はいない。お前たちは自由だ。Oh wait, TX past, present, and future。燃え盛る戦火の中で。辺境の監獄は徐々に流刑の地へと変わっていきました。今のは多分ピノコニーの成り立ちの話ね。囚人たちは外から来た人たちの助けを借りて、ついに自由への道を切り開き、宇宙の流刑の地を築いた。はい。ただサンデーさんは肉体的な牢獄よりも人々の精神的な苦境を表現することに重きを置いているみたいだけど。劇、うちにはちょっと文学的すぎる。わかりやすいのは戦うパートだけだったね。でもやっと出口に着いたみたい。早く行こう。 OK。 人形たち、今度はどこに連れてくつもり？ On to Act 2。 ソア、星の流れを集めて筆先を作り、発音と数の記号を書きました。ソア、星屑を集めて川を作ると、善と義に属する者は川上に、悪と不義に属する者は川下にあると定義しました。それ以降、万物はそれぞれの属性を授かり、人々は善悪と利害を知ることができるようになりました。これが3日目と4日目です。オプス。OK、got it。I'll just keep moving for now.Let's just end the dreamscape for now. Stage play, Act 2. Ode to Fool. Does Sparkle have a hand in this design? Box 3. これが2つ目の劇のようね。情景もさっきと違うね。周りの装飾がちょっと整理されてる。続いての物語は権力をめぐる争い。ピノコニーには木、草、花、鳥、獣、果実、虫の
7大クランが次々と現れました。 No words. I'm sorry, Topaz. I really like you, but I have to be freaking serious. しかし、流刑の地に本当の意味での平和は訪れていなかったのです。この歴史は入り乱れていて複雑すぎるので、偶話の形で皆さんにお見せしましょう。ルーサン家の当主はカンパニーに身を寄せ、自由と引き換えに生存を求めようとしました。しかし長男によって撃たれ、彼が当主の座を引き継ぐことになったのです。Too easy.流刑の地の秩序は非常に乱れており、内も外も常に問題を抱えていました。七大クランは表面的には統一されていましたが、実際にはそれぞれが独自の政治を行い、絶えず争っていました。 OK. Oh, more puzzles. 会計士、私たちは屋敷を…最初に内戦から淘汰されたのはプラム家でした。ルーサン家が企てた白い砂漠事件によって、彼らは永遠に歴史の一部となったのです。ある種あなたを土で作り、私を炎で作ったからです。私の方があなたよりも尊いのです。 Try my best to hang in there, chat.I'm my best to hang in there. Wait. Oh.That opens up a new pathway. Okay. Oh, a buddy. Okay. Let's continue on.ゴフェルがファミリーを率いて流刑の地に来ると、五大クランは次々とそれに属するようになり、ピノコに外から来た客人、ああこの屋敷を隠れている先導者の毒から救ってくれないか。エリボス、あんたたちを助けるってどうすればいいの？彼らに理性を取り戻させ、もう偽りの支配に操られないようにしてほしい。第2幕はピノコ人が夢の地へと変わっていく過程を描いているようね。その中でファミリーの到来は重要な役割を果たしているみたい。でもこの新しい主人ってろくなやつじゃなさそうな気がするんだけど。これこそが
サンデーさんが言葉の裏に隠してることなのかもしれないわね。調和はピノコニーを変えたけど、そのやり方は昔の監視と変わらない。それってつまり、このひざまずいてる人たちを全員冷静にさせないといけないってことだよね。 Have the puppets come complete the play。自分自身の主になるか、かつての主を迎えに行くか、そのどちらかです。新しい主に服従するつもりはありません。おう、I dropped my our statue in calm。主がいなければ、誰が私に自由を与えてくださるでしょうか。Without Master who can grant me true freedom。主がいなくなって、私は自由になれた。でも、主の命令がなければ、誰に正しい道を尋ねればいいかもわからない。Calm as well. Okay. Happy, sad, calm again. Arji はもういない。わ、もう私には Arji がいないのね。新しい Arji を見つけ、忠誠を誓うべきだわ。Next。 俺はかつて全ての使用人の中で最も忠実な兵士だった。主が追放された後は俺が代わりに人々の権力を握るべきだ。Calm again。 過去の主はもういない。 My former master has long departed。 But why do I still hear the remnants of his creation？ 人々が作り出した幻影を恐れてるんだ。主よ、あなたはいつかお戻りになるのですよね。私は永遠に見守っています。この忠誠心あなたから報酬をいただけるまで。Another calm。 はい。Another one。 あるしよ、あなたがもういないのならこれ以上報酬を持つのはや、私に属するべきものはすべて自分の手で手に入れるまで。Then there's one more。 主が戻ってこなければ私は自由になれる。でも主の導きなしに私は誰のために歌えばいいの？That's like the fifth calmness already. That's it. Happy, sad, calm, calm. 私は新しい主のために歌うべきだわ。かつてあのアイオーンが高貴な声を銀河に響き渡らせていたように。ありがとう、外から来た客人たち。これで使用人たちは自分の理性を取り戻した。みんな
Oh, please don't deny my life. もう戻ってこない。正しい道のために助け合い、真理を持って励まし合う者だけがお互いに完全なるものを手に入れられる。偽りの幻影に打ち勝ち、互いの抱擁を受け入れるのだ。気をつけて。また戦いが始まるわ。Is this what they call immersive theater? Second one.Break. 涙雨。Please tell me they got the job done. No, we didn't get the job done. Damn it. Oh dear. Show them the poison. This is the life's heat. Auto mode activate. Everyone, meet the new champion. Endo.Oh, this one is the present. I noticed. This one is the present. So that means the next part should be future. Bam! Battle over. Nice.残念ながら彼らは最後まで自由の権利を与えられただけの奴隷でした。ここまでが第二幕。儚い調和の中で流刑の地は少しずつ宴の星へと変わっていったのです。今のはピノコニーが徐々にファミリーのものへと変わっていく過程に調和が来たことで、流刑の地は大きな変貌を遂げた。でもこういう変化は何もかもがプラスに働くわけじゃないわ。こいつ本当に劇を楽しんでるみたい。一族みんなベテラン役者にも劣らないんじゃない？Oh my goodness, I can't stop on this beat. Hold on a second.Wrong button. Okay, let's finish. And now we're jumping into Act 3.そのアイオーンは星の輪を拾い、人々と共に行動規範を定めました。白と黒の鍵盤があるチェンバロを楽器、発音と数の記号を音符、下へと流れ続ける川を旋律に、明確な規則を定めた掟を曲としたのです。そして人々は楽章の中で自分だけの立ち位置を見つけました。これが5日目と6日目です。Well, that's a lousy ass way to defend the treasure. I'm still going. Wait, I see it.
Whoa, okay, something different for once. Hatarashi. Kako no desu. Confutatis. ここの雰囲気もさっきまでの2つの情景とは全く違うわ。こちらが最後の幕となります。これまでは私が一体なぜ現状を変えようとしているのかを皆さんに理解していただくためピノコニーの過去と現在をお見せしてきました。そして次はピノコニーの未来をお見せしましょう。ほとばしり、過去の対戦。Open the freaking basic treasure, buddy. Hit.When the surface of a dream module has already formed a bubble bridge, moving the said module will destroy the formed bridge. And all the bubble charge expended on the building, the bridge will be returned. Let's see if we move the module to... Ah, okay. So what happens when I do this? Next.
away this tool. Only it says I have to go right over here. あれ、さっきまでの2幕と同じで、ここでちょっとした物語が始まって戦いになるんじゃないの？この人形たち、なんでセリフ言わないのかな？前の幕と同じように、私たち自身に脚本を完成させる必要があるのかもしれないわね。じゃあ、あいつらの感情を変える必要があるかどうか、あんた確認してみてくれる？Help the puppets complete the play. Employ the clock once again to personally bring the performance to fruition.Can't change the emotions. 変えられないってどういう意味？申し訳ありません。皆さんには伝え忘れていましたが、この最後の幕だけはすでに書き終わっているのです。私たちのかつての王からあなたたちに話してもらいましょう。さあ、最後の儀式の始まりです。みんな、構えて。また戦うことになりそうよ。はい。Activating combat mode. 未来に向かって落ちる。チームワークを試す時だ。私たちの心を。探索を。Next. Pace を合わせるぞ。 What did he do? It's showtime. Go up. コラボスタート。協調よ。記憶に。みんなそこで深淵を迎えよ。すべてを消える。 What? Oh, sleep mode. 見せてやろう、強炭の薬を。 Sleep mode, that's what it is. 兵士、面倒をかけたな。あなた、それとも運動を渡す。弱っておるの。よいしょ。ペースを合わせるぞ。またそれか。Oh man. Now Chief Lizard has been sent to the alien team. 最悪の誓い。涙。クリティア。すべてが。Ouch! 協調よ。出発の時間だ。引導を渡す。Please tell me they got the job done. And he did. 私は見つけにくい痕跡を残しながら、And he did. 静かな夜を歩きました。私のことを覚えておく必要も、夢の魂を解雇する必要もありません。
私に属する者は必ず衰退する。あなたはその弱さを超えていくでしょう。これが最後の幕。これまでの話よりずっと分かりやすいけど、彼は調和を追い出して秩序の帝国を築こうとしているみたいね。行きましょう。幕前劇が終わったら調和セレモニーの本番が待ってるわ。 Right. Finish Act 3. So after Act 3, what's next? Cutscene?Oh boy, what's gonna happen now? Dude, the music though. One system hour until Shangri Festival. 世界の人々に意義を与え、天地万物を揃えました。そしてソはあらゆる創造の手を止めたのです。しかし、人々はエナに訴えます。あなたは秩序で民を定義したが、そのせいで私たちは自分があなたの操り人形に過ぎないことを知ることになったと。そのためその日、人々は心を一つにして神を破滅の穴に投げ入れました。大劇場の様子がすっかり変わってる。これが秩序の力なの？みんな覚悟して、厳しい戦いになるかもしれないわ。I'll be real. I wanted to bring in Topaz, but unfortunately, where's that button? Unfortunately, even though Topaz is already at level 80, and her Lycon is at level, the Lycon that I equipped to her is at level 80.Unfortunately, her traces is not ready yet. She already have the relics, but she's not ready yet. Topaz is not ready yet, so I'm gonna go in with the Nihility team consisting of Akron, Bailu, and Black Swan. And normally, Ranmei is in the second slot, but in order to, I wanted to see.How the male trailblazers kit, so I'm bringing, so I'm temporarily changing Ranmei with the male trailblazer up until the main, this main entire main quest is over. AJ will be in the party. I'm sorry, the male trailblazer will be in the party. So.Right.Let's freaking do this. Take to the stage for the final battle. This is the 7th day. The complete and Sanka are ringing out at once. Yeah, this is definitely a preparation for a big battle.There he is. That joke. 見て、あそこ。秩序に関することはこれで全てとなりますが、皆さん、感想はいかがでしょうか。これは銀河の歴史における些細なエピソードに過ぎません。大事なのはこれから先。この長い川がどこへ向かうか。皆さん、本当にいい時に来ましたね。間もなく調和セレモニーの幕が開く。調和の序幕に皆さんがいないのは実にもったいないですから。改めて歓迎させてください。ようこそピノコニー大劇場へ。ここは美しい夢の中心、性格のありか、
調和セレモニーの絶対的な舞台。そして私たちがピノコニーの未来を決める死闘の地でもある。 And the very place where your schemes get smashed to smithereens。 その開拓の信念に敬意を表しましょう。信念を持ってこそ私たちはこの世界に真の幸福をもたらすことができるのですから。言わせてもらうけど、永遠の眠りに落ちることと幸福はイコールじゃないわ。人々が夢の中で他人に操られているなら、なおさらね。姫子さん、oh, I'm gonna whoop your ass。 この後に及んで、まだ秩序が全宇宙を操り人形に変えようとしているだけだと思っているのですか。あんたたちの思い描く楽園がどんなに完璧なものであっても、所詮牢獄は牢獄のままよ。You tell him, Himeko. You tell this piece of shit bitch right here. そんな世界でみんなが本当の幸福を手に入れるなんて無理に決まってるじゃん。だってただのアイオンのおもちゃに過ぎないんだから。You tell him, Arch. You tell him. 皆さんは私の意図を誤解しているようですね。ここで正式に宣言しましょう。私の理想はアイオーンを復活させることでも神になることでもありません。私がやろうとしていることは一つだけ。それはアイオーンが存在せず、ただ秩序のみがあり、全ての人々の尊厳と幸福を受け入れられる私たち人間だけの楽園を作り出すことです。あんたは間違ってるわ。人間が尊厳を持って生きるには、どんな人物や物事であろうと彼らの上に立つべきじゃない。 They have it。 そしてサンデーさんの言う楽園とやらにおいて、その人物とは他でもないあんた自身よ。 Exactly。どう頑張ってもお互いを納得させることはできないようですね。私たちは敵対する運命にある。こうなってしまった以上、それぞれの運命をもって宇宙に正しい道を示しましょう。ですが未来の序幕が奏でられる前に、もう少し時間をかけて私の質問について考えてみてください。昼と夜は対等でしょうか。善人と罪人は対等でしょうか。人が生まれつき軟弱ならば、弱者はどの神から安寧を得ればいいのでしょう。 Alright, let's begin doing this。 自由枠を試す時だ。あなたは力で。The past, present, and eternal show. Kyoku, Utsumi, na soko de shinye o mukai yo.Oh man. Namida ame.Yikes! Stand by. Dream come true. It's showtime. Collab start. Yikes! Anata, それすべて。おるの。よいしょ。アドリブで。ブレイク。ナイス。定められた奇跡。スーパーブレイク。
sorry, but I gotta heal, I gotta heal this one up. Super break! Phase 2 begin. So Obra, ah, Fear Blazer in LMG mode. Right. Yikes. Ah, damn it. Standby. Now Black Swan is in Alien Dream mode. Damage. This is the part where Lynx is useful. Yikes. Yeah, there's some. Yeah, there's a definitely inconsistency issue over here. I should have brought in Lynx instead. Because I need to clear all of the debuffs. あなたたちの決意は伝わった。今こそ太陽を直視する権利を授けましょう。
107336の礎の全能なる調和の Oh boy Get ready for a boss fight, buddy! 生まれたく貴重地ハルモニア聖火隊ドミニクス。 Alright, boss fight begin! 死の影を行く迷いし Every time you break a layer of enemy toughness, you gain a certain collective shield. Collective shield can take damage on behalf of all allies, and the shield effect represents the amount of damage the shield can currently endure. Oh boy. Wait, it has multiple layers?What the hell? Trail Blazer Slime is different when doing this fight scene. 皆さんは賢く鋭敏です。次の質問にも難なく答えられましょう。なぜ調和と秩序は一つになれると思いますか？今回は何？One more bar left. 出発の時間だ。その瞬間、その瞬間、朝露と消えうせ。50%。なんか目の。これは両者と不協和音を容認できないからだ。Hey hey hey hey! Stop attacking Akron, okay, you bastard. 戦列から離れられない。Oh no! There goes the shield.コンビネーション。俺がリードする。俺たちの歌声を聞け。フォーカス。I have to be very careful。What is he planning on doing right now? またそれか。Oh man, Black's next one in Alien Dream. ここに来たのはあなた。それとも運命の人。Break. Nice. Match.Alright, Michael Jackson, go! Collabo, start! Backup dancer activated. 絶対に逃げたりしない。夢から覚めるんだ。Super break. None. 先ちゃんと受け取って。Okay, I see the super break just now.
Yikes! Neither of them is the shocky. In the world. Spill it. Dude, the music though. This really is a boss fight. Oh boy, we covered from break. Break echo faded dreams kiki. Oh man. Yikes. 6% left. One more attacking. Okay, 0%. Battle over. What's next? Cutscene again. Whoa, what the hell? Duncan. Whoa, what the hell? Zanang and Jingyuan? Waga mei ni shitagae. Oh my gosh. Oh my gosh. Dunhun brought in reinforcements. And if Jingyuan and the entire Zhenzhou lawful fleet. Samashite, me o samashite te ba. What? Chotto, okite. Itsu made neteru no? Now what? Hi ga nobotteru n dakedo. Daishoubu? Uchi no koe wa kikoeru? Now what? Didn't I shoot the sun out of the sky? Well, ある意味、慶元将軍がうちらのために撃ち落としてくれたけど、とにかくさっき起きたことを覚えてるなら安心だね。Wait. What happened while I was out? 話せば長くなるんだけど、簡単に言うと、うちらが苦戦してた時、炭鉱が血明玉蝶を使って将軍と一緒に助けに来てくれたの。OK。そんでうちらは現実世界に戻ってきたってわけ。ほら、ここはあんたの部屋。OK, so we're back to reality. みんなも無境から戻ってきてて、姫子たちはロビーで将軍と話してるんだ。目が覚めたなら列車のみんなに大丈夫だって報告しに行こう。ついてきて。I was expecting more to be you. 私とは話してくれないの？ネボスケさん。Wait, what? この声は。Next one? ブラックスワン。Where are you? Where are you? ちょっと、どこ行くの？ Hold up. One sec. Let me talk to Black Swan over here.また会ったわね、ネボスケさん。Well, hello there. ブラックスワン、どうしてここに？特に理由はないわ、ミツキさん。ただ、彼が目を覚ましたから、回復の具合を見に来ただけ。将軍の一撃は、確かにタイミングは良かったけど、破壊力も凄まじいものだった。指令の力が衝突したとなれば、普通の人なら影響を受けるのは免れないでしょうね。でも幸い、無境は私の独壇場だから、ハルモニア聖火隊が崩壊する前に何とかあなたたちを救い出せたの。え、そうだったんだ。ありがとう、ブラックスマン。どういたしまして。
まあ、私も貴重な記憶が消えるところなんて見たくなかったから。あなたたちは仲間に会いに行くのよね。私も一緒に行っていいかしら？ No, not at all. 別にいいけど、またこの前みたいに変なこと企んでるわけじゃないよね。まさか私がおかしな真似をしたことなんてないでしょ。少なくともあなたたちの前では。姫子と幼児ちゃんはまだ忙しくしてるだろうから、先に炭鉱に会いに行かない？So, I see Dan Heng and... 見て、やっぱりあのカウボーイと話してる。目が覚めたのか？気分はどうだ？ベイビー、 Well, あんたがあいつらの言ってた性格だな。I'm fine, thank you. 大丈夫だって、この人もう元気いっぱいだから。それよりタンコ、先にこのカウボーイのこと紹介してくれない？私が紹介するわ。こちらはブートヒルさん。Really? 巡回レンジャーよ。私たちはある人物を追っている途中で偶然知り合って、その流れでサンデーさんが驚くべき陰謀を企てていることに気づいたの。だからあなたたちを見つけて、列車の人たちと一緒に世界を救うことになったのよ。遠慮すんな。俺ら巡回レンジャーは困っている者がいれば助太刀するをモットーにしてるからな。ダンコ、あんたらの選手じゃこう言うんだろ。まあ、おおむねその通りだな。え、ちょっと待って、ある人物を追ってって初めて聞くんだけど、列車まで追いかけるような相手って誰？いい質問だ。それはもちろん、あ、メモリーイルス。おい、タコ、覚えてるか？ Red plate, Acheron. Well, freaking plate. Come on, don't keep me in the suspense.そうじゃなくて、マジで思い出せねえんだ。変だな。脳のチップに問題はないはずだが。It has to be Acheron. 俺も覚えていないようだ。え、どういうこと？ Must be Acheron Sandy Wolf. まあいいじゃねえか。誰も覚えてねえってことはきっとチンケなコソ泥だったんだろ。とにかく俺らが前後関係を理解するのに影響はねえよ。そうね。一段落したらもう一度記憶域に戻って遡ってみるわね。え、早く姫子さんに会いに行かない？今の彼はピノコニーのスターとも言える存在だから、ホテル中が彼のことを心配してるわ。うん、そうだね。じゃあロビーに行こう。はい、regroup with Himeko and Belt. Are we outside yet? Oh! 見て！構わないさ。今は各勢力が睨み合っている状態だ。万が一に備えるという意味でも、我が同盟が請求列車に代わって仲裁に入った方がいい。諸君を危険な目に遭わせるわけにはいかないからな。それにカンパニーは功を焦ってはいるが、結局は平和の名を掲げる団体だ。そしてファミリーは進退極まりながらも調和を目指していると主張している。我が同盟はこれまで理屈で人々を説得してきた。今回も双方過去を水に流して握手を交わせるはずだ。
ケーゲン将軍は大義をよく理解しているのね。先週同盟が間に入ってくれるならピノコニーにもすぐに平和が訪れるでしょう。恐れ入る。だが全ては列車の諸君のおかげだ。君たちがいなければこの美しい夢の楽園は平和が訪れる前に秩序の残党に先を越されてしまっていただろうからな。Right. ほら我らが大英雄のお出ましだ。It was nothing really. さすがは銀河打者。勇敢な者は謙虚で心が広い。君、大丈夫か？なかなか目を覚まさないと聞いたが、具合でも悪いのか？安心して、幼児ちゃん。この人もう元気いっぱいだから。ここに来るまでの間に一生分のジョークを言い尽くしたくらいなんだよ。おい。それより、幼児ちゃんこそ大丈夫？あの人、ロビンさんにも容赦しないで、幼児ちゃんたちをまとめて閉じ込めたって聞いたけど。Right! ロビン！話せば長くなる。だがサンデーさんは体裁を気にする人だから、俺たちに危害を加えるようなことはしなかった。彼は調律という能力を使い、俺たちの意識を自身と結びつけた。つまり、意識の中に閉じ込めたということだな。ケーゲン将軍がハルモニア聖火隊を倒してくれたおかげで、俺たちは脱出することができたんだ。Oh, thank goodness. うちらにもその調律ってやつ使ってきたよ。それってつまり、うちらも危うく閉じ込められるところだったってことだよね。あの時、サンデーさんは簡単に私たちの息の根を止められたはずなのに、そうしなかった。これで確信したわ。きっと彼は本当に私たちとの公平な決闘を望んでいたのね。そのオーク家の当主についてだが、今はどこにいるんだ？おう、サンディ。少し複雑なんだが、一言で言えば、今の彼はオーク家の前当主なんだ。カンパニーは、ピノコニーのファミリーの責任者は彼であると指摘した。そして、銀河の平和を脅かす危険があるという理由で、ファミリーの代表として騒動の責任を負わせ、今回の件をピアポイントで裁判にかけるよう求めている。しかしファミリーはすぐに、彼を含む秩序の残党は敵であり、この騒動は内部の反乱だと主張した。これによりカンパニーは理屈的にも感情的にもファミリー内部の問題に介入できなくなったんだ。本当にそれぞれの思惑が入り乱れているな。じゃあロビンさんはどうなるの？ロビンさんとサンデーはこの調和セレモニーと切っても切れない関係だし、実の兄弟だし。将軍、なんでため息ついたの？彼女にとってこの件は降って湧いた災いだったとしか言えない。同盟は仲裁の過程でこのことを慎重に判断するよう、できる限りファミリーを説得しよう。そろそろ時間だ、諸君。私はカンパニーの要人たちとこれからの交渉について事前の話し合いをすることになっている。諸君も横で聞く気はあるかい？これは宇宙全体に関係するような話だし、他ならぬケーゲン将軍のお誘いとくれば私たちは断らないわ。ただカンパニー側に歓迎されなかったら。まさか。歓迎するに決まっている。彼らは諸君のことをピノコニーで信頼できるカンパニーの盟友だと言っていた。歓迎しないわけがないさ。ましてや請求列車のような頼りになる立ち会い人がいてくれれば議論もスムーズに進むはずだ。さて諸君の意見はどうかな？じゃあお言葉に甘えさせてもらいましょう。うちはそういう真面目なことにはアレルギーがあるから、先に部屋に戻って荷物をまとめとく。気にせず行ってくるといい。こっちは俺と姫子が顔を出せば大丈夫だ。
俺も先に列車に戻ろうと思う。車掌が心配していたからな。状況を説明しておいた方がいい。ええ、お願い。それで、あんたは？私とベルトと一緒に行く？それとも、他にやることがあるのかしら？Don't know why, but something tells me I only have one real option here. ご名答。詳しい理由は知らないが、カンパニーの代表たちは彼にもぜひ来てもらいたいと言っていた。諸君を案内しよう。こっちだ。話し合いの場はホテルのロビーだ。諸君、ついてきてくれ。I believe I'm supposed to take the elevator down. It's not over yet. It's not over yet. It's not over yet.I see Topaz and eventually. Topaz さんまで来ているのね。あの人は。Dr. Ratio。博識学会のレイシオ教授だ。そうそうたる面々だな。Well, ladies, guess what? Eventually is alive after all. 久しぶりだね、請求列車の諸君。そして。ラフの将軍にも心からの感謝を。君たちが立ち会ってくれれば、今回の話し合いも各々満足のいく結果に終わるだろう。ほう、どうやらすでに落としどころを見つけているようだな。聞かせてもらっても。もちろん。君が話したらどうだい、トパーズ。ええ、任せて。実は、いい知らせがあるんだ。戦略投資部の重要案件グループの会議で評決を取ったら、絶対多数のメンバーが次の決議に賛成したの。長期的な宇宙平和を考慮するため、ピアポイント本社の承認を経て、戦略投資部はカンパニーを代表して、ピノコニーに対する主権の宣言を永久に放棄するとともに、ファミリーのピノコニー再建事業を無条件で支援するものとする。うん、それって面白い。 So the IPC does see the big picture, huh? 全ては平和のために、それが僕たちの基本理念だからね。カンパニーの話は終わったか？なら次は僕たちの番だな。学会も天才クラブも今回の一件には高い関心を寄せている。そして最終的にどちらもピノコニーの再建に技術的支援を提供することに合意した。具体的な内容についてはこちらの天才の話を聞いてくれ。さあ君の番だ、スクリューガンさん。有機生命体の内なる精神世界に対するたゆまぬ探求は私にとって称賛に値するものであり、同時に羨ましく感じるものでもあります。無機生命体には夢を見る機能がありませんから。しかし知能パルスが活性化してインスピレーション回路が作動すると、私は創造と定義される状態に入ります。その度に想像の中で暗闇から火の玉が上がるのです。それは暖かく明るい。たまに考えるのですが、その火は知能の本質、高温によって刺激されたインスピレーションの塊なのかもしれません。宇宙の未来の方向性はその中にあるのではないでしょうか。残念ながら私にとってそれは思考システムが反射した虚像に過ぎず、手が届かないものですが、ピノコニーの現在の成果を知った今、
その日は必ずしもつかめないものではないのだとようやく気づくことができました。数名のパートナーと議論した結果、我々は模擬宇宙プロジェクトの推進を一時保留し、技術アドバイザーとして博識学会の無境と記憶域の研究をサポートすることにしました。これにより、この物質は全人類にとってより良いものになるでしょう。オッケー。それだけでなく、カンパニーを通じてガーデンともコンタクトを取った。彼らも研究の支援を約束している。ピノコニーの夢追い人たちは本当に幸せだ。全宇宙で最も賢い頭脳と最も愚かな頭脳が自分たちのために働いてくれるんだからな。イエーイ、It's a big W for everyone。 だが、あ、いや、やめておこう。何はともあれ、いい結果になったわけだからな。道理で、みんなが彼にも来るように言ったわけね。ピノコニーの問題を解決しようとする諸君の気持ちを知ることができて本当に良かった。この先の交渉もきっと合意に達することができるだろう。これでピノコニーの未来は決まったようだが、列車の諸君、まだ何か気がかりなことはあるか？平和こそが私たちの最大の願い。それ以外に求めるものはないわ。わかった。特に気になることがないなら、私はこれで失礼する。君たちは安心して旅立つといい。後始末は我が同盟に任せてくれ。もうピノコニーの今後を心配する必要はなさそうね。私たちも新しい旅に出る時が来たみたい。ああ、賛成だ。じゃあ、あんたたち二人は先に列車に戻っててくれる？私は美月ちゃんを迎えに行くついでにチェックアウトしてくるから。それとブラックスワン、あんたも私に用があるんでしょ？さすがはナビゲーターさんね。ずっと俺たちのそばにいたのか。まあいい。とにかく俺と彼は列車で君とナノカを待っている。さあ行こう。ピノコニーの旅はこれで無事に完結した。ピノコニーの旅はこれで終わり。うん、まあハッピーエンドにはなったか。相性でち認証失敗だと。ポンコツ機械め。宿泊費が。I don't feel like that's the end of Pinocchio arc. I just don't feel like that's the end of Pinocchio arc yet. I just don't feel like it. I just something's amiss. お前を待っておったんじゃ。航路会議を始めるぞ。列車はいつからこんなにぎやかになったんだろう。お、ブレックスワン MVP right over here。 これで全員揃ったな。それでは航路会議を始める。次の目的地を決める会議か。どうやって決めるんだ。投票か、それとも。慌てないでカウボーイ。お客はあるし従うのよ。彼らに決めてもらいましょう。Black Swan, how come you're here too? 私はメモキーパーだもの。別におかしなことでもないでしょ。それは私が説明するわ。ブートヒルとブラックスワンはそれぞれ事情があって、しばらく列車のみんなに同行したいと言ってきたの。みんなも知っての通り、請求列車はこれまで遠くに向かう旅人を拒んだことはない。だからしばらくは一緒に旅をすることになるわ。彼らが目的地に到着するまでね。 But that's unexpected。 一気に列車が賑やかになりそう。でもブラックスワン、列車の中ではメモキーパーの力を使っていたずらしたりしないでね。わかったわ。
美月さんが寝ている間にあなたの部屋に現れたりしないって約束する。 Well, this is unexpected. 怖いんだけど。ふむふむ、乗客同士の挨拶が済んだところで航路会議を続けるぞ。はい。まず車掌として皆に礼を言わせてくれ。お前らがピノコニーの真実を暴いていなければ、俺はもう二度とミハイルたちのその後を知ることができなかったじゃろうからな。彼らの境遇はいささか残念ではあったが、きっとそれぞれの願いは果たせたはずじゃ。これも全てお前らのおかげじゃ。本当に感謝しておる。次に今回の航路会議のポイントじゃな。列車の次の目的地を決めなければならん。早速じゃが、現時点での選択肢を紹介しよう。一つ目の選択肢は姫子からの提案で、海洋惑星ルサカ。完全に液体で構成された惑星で、多くの水生種族が暮らしておる。それから七死人じゃったミハイルの故郷でもあるぞ。二つ目の選択肢はベルトからの提案で、アゲートの世界メルスタイン。メルスタイン、そこは性格の災いの原点の一つと言われており、準備のイドリラが消化した地でもある。現在は不滅の美を誇る美しい惑星となっておるらしい。三つ目の選択肢はエド星じゃ。エドスター。その惑星は広大なイオンストームエリアの中に隠れておって、反物質レギオンの侵略を受けておる。じゃが最近そのエリアからの救難信号が突然途絶えたため、カンパニーが俺たちに状況確認に向かってほしいと言っておるのじゃ。 Whoa, we're going to tea locations? 最後の選択肢はブラックスワン提案のガラス抗体パトレビニツヤじゃな。パトレビア。絶滅大群風炎によって完全にガラス化された惑星体で、今ではトムライレイジンの劇団の有名な支部の一つになっておると聞く。わあ、選択肢が多すぎて迷っちゃう。それじゃあまずは各自行きたい目的地を選んで、その後で投票して多数決で決めましょう。 Oh, the recommend is for man. Man, I can't make up my mind, man. Sheesh. それならまずはエド星に行ってみない？そこが一番危ない状況にある気がする。七死人としてうちらは江戸星の人たちに手を差し伸べるべきなんじゃないかな。美月の言う通りだ。救難信号が突然途絶えたのであれば、おそらくは手遅れだろうが、それでもやはり確認しておいた方がいいだろう。君たちの判断は間違ってない。俺も江戸星に投票しよう。みんながそう言うなら現地へ行って状況を確認しましょう。私もエド星に投票するわ。So our next location is エド星4票、危険1票。どうやら結論は出たようじゃな。次の目的地はエド星じゃ。航路会議はこれにて終了。俺は航路の跳躍パラメーターを調節してくるから、お前らは先に休んでおれ。跳躍できるようになったら放送で知らせるからな。跳躍が始まるまで何をしようかな。よければ私とおしゃべりしない？こっちよ。Let me talk to Dunham first. なぜかわからないが、急に久しぶりにお前に会ったような気がしてきた。 It has indeed been a while. もしかしたら久方ぶりの再会の喜びも開拓の一部なのかもしれないな。This time, you must embark with us when we reach our destination. ああ、わかった。Then, wait, would you? この請求列車ってのはマジで快適だな。ながちょっと意見させてくれ。この列車にはなんで気合が入る飲み物がねえんだ？モルトジュースがねえのは仕方ないとして、
せめて他の何かは用意しとくもんだろう。例えばホワイトジェムみたいな安いブランドとか、それなら安く済むぞ。I'll help you ask the conductor. Thank you, brother. 別に安いのでいいんだ。エリ好みはしねえからよ。最近じゃ野宿も慣れたもんだってのに、いきなりこんないいとこで寝泊まりするようになるとはな。まったく、マジでいいところだぜ。はい。Belt? Oh, yeah. 君はどんどん優秀な開拓者になっていくな。その成長を近くで見られて、俺も嬉しい。Stop letting me. そう謙遜する必要はない。君の成長は誰もが認めている。俺の故郷には多くの戦士がいたんだが、君のように成長できるものなら、少なくとも S 級になれるだろうな。今回は疲れただろう。ゆっくり休むといい。次の旅での活躍も楽しみにしているぞ。え？姫子。そういえば、今回のピノコニーでは初めて一緒に開拓できたわね。Yep.I hope we can trail base together again someday. I'm pretty sure a lot of Honkai impacted players will choose this option because of what happened to Himuko in that particular game, from what I understand. So I'm pretty sure a lot of them are gonna choose this option, but not for me. But not for me. 安心して。私たちが列車で一緒に過ごせる時間はまだまだあるから。こういう機会もきっとこれからたくさんあるわ。今日は早く休みましょう。ここしばらくは本当に大変だったから、今のうちにしっかり休んでおかないと体調を崩しちゃうかもしれないし、今はまだ若いからいいけど、年を重ねると大変なのよ。Right, much. Saving the cute one for last. 今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。What the hell? What are you mumbling about? ブツブツ言ってるんじゃなくて、お祈りしてるの。はあ、最近の開拓の旅ってなんか怖いっていうか、命の危険と隣り合わせなこと多かったからさ。もっと楽しくて心温まる可愛らしい冒険になってくれないかなって思って。ほら、あんたもうちと一緒に祈ろう。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。はい、 next oneI need to have a good look at Black Swan if that's the fucking mine. Not mine. あら、来たのね。窓の中の星々の間にあなたの影が映ってる。The music has changed. あまりはっきりとは見えないけど。The music has changed. どう？美しい夢の旅には満足できたかしら。Seems like there are still lots of loops and no? 好奇心が強いのね。Yeah, there's still quite a few loops and yes. 人を魅了するわ。Like what happened to Firefly? じゃあ、what happened to Robin? あの、ささやかな選別の品を返してもらえる？もう待ちきれないの。Small parting gift? Oh, the card!あら？ What happened? いえ、何でもないわ。ただ、あなたの記憶の中にとても面白いものを見つけたの。What? 詳しく説明する前にあなたに謝らせて。
実は私が渡したこの選別は記憶域のコンパスじゃなくてただの空っぽの公園水だったの。私たちが初めて無郷ホテルに入った時、あなたの仲間からいくつか装飾品をもらったことを覚えてる？あれにも似たような機能があってね。それのおかげで私はいつでもあなたのことを感じ取ることができて、危険に遭遇した時もすぐに手を貸せたわ。でもそれは本質的な機能ではないの。公園水は凝固した事象を封じ込めるために使われる光の断片なの。この公園水も同じよ。これはあなたの記憶を最も鮮度のいい状態で記録することができる。そして私が楽しむための唯一無二の記憶になるの。この世の万物は精神と知能から生まれたもの。その力こそが記憶。世界に取り残されないようにするには世界に自分のことを記憶させる必要がある。あるいは自分たちの記憶で世界を再構築しなければならないの。人の一生は長いように見えるけど、力を持った記憶はその中からほんのわずかしか抽出できない。嬉しい記憶、悲しい記憶、楽しい記憶、重苦しい記憶。でもあなたは違うわ。記憶は未来の投影よ。その投影の中に私はあなたの唯一無二の価値を見た。あなたは世界を感服させるような記憶を作り出せる。その記憶は宇宙の未来の方向性を映し出せるの。そしてその記憶はこの窓から見える星々のように輝くことでしょう。You're making me blush. 本当に可愛いわね。でもそんなことをするのはもっと深い理由があるからなんだけど、それが何かわかるかしら。簡単な話よ。それはファミリーの華やかながらも虚しい夢の中で全てを見届けたのがあなただけだから。 What does that mean? 焦らないで、答えはちゃんと教えてあげるから。ただ今はまだその時ではないの。ほら、あなたの友人たちを見てみなさい。彼らは次の目的地のことで気持ちが高ぶっていて、現在と未来に対する期待に胸を膨らませているわ。今種明かしをしてしまったらあまりにも興ざめでしょ。タイミングを選びたいのよ。あなたが完全に肩の力を抜いている時、ぼんやりしている夜、眠りにつく瞬間が一番いいかもしれないわね。うん、夜にしましょう。キャンドルとアロマ、柔らかいベッドも用意して、あなたに心地いい夢の世界を作ってあげる。そしてちょっとした寝る前の物語として答えを聞かせて眠りに誘ってあげるわ。各乗客は注意せよ。各乗客は注意せよ。まもなく跳躍が始まる。まもなく跳躍が始まる。おとなしく座っとくように。
ついに出発するみたいね。この先でまだたくさんの輝く記憶が私たちを待っている。おしゃべりはこのくらいにしましょうか。え？ああ、そうそう、あの空っぽの公園水であなたをもてあそんだお詫びとして一つ言葉を送ってあげる。私にとってとても重要な意味を持つ言葉を。生命は一つの迷宮。記憶以外私たちには何もない。しっかりと胸に刻んでおいてね。琥珀歴2158期、紀元元年、宇宙は再び本来の軌道に戻った。陰謀の火種は夢の地ピノコニーでくすぶっていたが、大きく燃え上がる前に栗ほどの金床で火花となり瞬く間に消えた。死すべき者と死者は眠り続け、聖者もぐっすりと眠ることができる。全員が無言の大声を上げ、それぞれ思い思いのことをする。銀河は各起源の始まりにふさわしい活力を放った。代償はただ一組の兄弟のわずかな悲しみだけだった。赤子が生まれ恒星が消える、そして銀気が広がっていく。星球列車の物語はここで一段落したが、また新たに始まるだろう。時は進み続け、開拓の旅も新たな章の幕を開けようとしている。 That's the end of Penacony Arc? Seriously?That's the end of Penacony Arc? Wait. Something's not right. Something is not right over here. Elio, 11 memberWait, something is not right. I feel like something is not right over here. May this journey lead us starward. 今宵、無数の星が流れる。もし、正しい一筋を選べたら、そなたの望みを千の世界へ届けるだろう。リラックスしてきたでしょ。それじゃ今こそ寝る前の物語を聞かせる時ね。A little bedtime story? 先に結論から言いましょう。サンデーさんとの戦いでは列車の面々、さらにはピノコニーのすべての人が敗れ、誰も生き残ることはできなかった。What? でも心配しないで。恐ろしい事実だけれど、まだ取り返しのつかないことにはなってない。人々にはまだ一筋の希望がある。私はそのために来たの。これからあなたのすべての記憶を記録したこの空っぽの公園水を使って、これまでに起きたことを語り直してあげる。
物語の終わりが近づいてきたら、賢いあなたならきっと気づくでしょう。身をもって体験したこの物語には致命的なほころびがあることに。一筋の希望はそのほころびの裏に隠されている。それじゃあ準備はいい？覚えてる？まずは時計の針を最初の場所まで戻しましょう。列車は跳躍を行い、あなたを見知らぬ無境に連れて行った。いや、状況は飲み込めないものの、巡回レンジャーヨミがあなたに道を示してくれた。いや、あなたたちはホテルレバリーに着くと、そこでドアボーイのミーシャに出会い、カンパニーの使者であるアベンチュリンと対立することに。幸いまたヨミさんが通りかかったおかげで、そのトラブルは無事に解決した。その後あなたは夢の中でホタルさんを助け、彼女と一緒にピノコニーを散策したわ。いや、でも途中散歩に扮した花火さんに会い、図らずも幼子の夢に落ちてしまった。私は死の手から二人を救ったけれど、ホタルさん現実世界に戻れなかった、うん、真実に気づいた彼女はあなたにそれを伝えようとして、そのせいで偶然にも死を引き起こしてしまう。 Yeah, Firefly and, そしてさらに恐ろしいことに、あなたはすぐにまた別の殺人事件に遭遇した。ロビン、この二つの死をきっかけに、あなたたちは美しい夢に隠された真相を探ることになる。でも二人の情報から手がかりを得ようとしても結局何もわからなかった。むしろギャラガーさんから時計屋に関する情報を得ることになったわね。同じ頃、アベンチュリンさんも密かに自分の計画を進めていて、彼は計画を推し進めるための材料としてあなたたちを選んだ。そしてヨミさんは激しい戦いの中で刀を抜き、やむを得ず自分が虚無の司令であることを明かしたわ。いや、Right. その一撃はアベンチュリンさんを倒しただけでなく、美しい夢と最初の記憶域を結ぶ通路を切り裂いた、mm-hmm. あなたたちはドリームリーフにたどり着き、死が本当は眠りであること、mm-hmm. さらには無境、性格、そしてドアボーイのミーシャに関する真実を知ったのよね。いや、あなたたちとサンデーさん、ロビンさんは性格を封じる方法を手分けして探すことにしたけれど、驚いたことにサンデーさんと夢の主は最初から別のことを企んでいて、結局あなたたちは調和セレモニーの舞台で生死をかけた戦いに臨まなければならなくなった。Yeah, that was what happened so far. ようやく物語が終わりに近づいてきたわ。あなたたちは彼に勝ち、開拓が
秩序を圧倒した。そしてピノコニーも明るく平和な未来を迎えることができた。夢のように波乱に満ちたピノコニーの旅はこれをもって終わりを告げる。あなたならもう気がついたんじゃないかしら。いや、この物語には基地の情報と明らかに矛盾する致命的なほころびが含まれていることに。Was it my first encounter with Misha at the hotel? Misha. それとも今は時計屋さんと呼ぶべきかしら。いや。彼は夢の泡の記憶でありながら開拓の志を抱き、夢の泡を離れ、ピノコニーで大冒険を繰り広げた。残念だけど、ミーシャも結局は特別な記憶行きミームに過ぎないわ。たとえ開拓の力で不思議な力を得たんだとしても、彼にはどうしてもできないことが一つある。記憶域で生まれた生命体が現実に現れることはありえない。じゃあどうして彼は現実世界のホテルレバリーであなたと出会ったのかしら。答えは簡単。それは彼こそが全ての基地の情報と矛盾する致命的なほころびだから。そしてそれはその記憶を信じて疑わないあなたが今この瞬間もまだ無境の中にいることを意味しているわ。What? 目を覚ましなさい、寝ぼすけさん。この果てしない夢から抜け出して現実の世界に戻ってくるの。そうすればきっとそこで答えを見つけられるわ。Wait, so are you telling me that the trip was in the dream world all this while?What is going on, man? What in the actual hell is going on? こっちよ。 Learn about the situation from Black Swan. Okay. また一人。 Acheron? And Black Swan? よかった。ありがとう、ブラックスワン。これでやっと安心できるわ。 Okay, the deja vu is strong with this scene. Wait, wrong button. 今はまだ状況が飲み込めていないだろうが、できる限り説明しよう。ただ、全てを説明する前に一つ理解しておいてもらわなければならないことがある。Looks like it's not over yet. ここは無境と現実世界の狭間。エナの夢から目覚めた人々がいる場所だ。エナ the order. サンデーさんの野望は覚えてるかしら。彼は性格、オーク家の10万人余りの意志、そしてピノコニーの全ての人々の願いを利用して調和の力を奪い、秩序を再び世界に降臨させようとしていた。
残念ながら真実はそれだけじゃない。アスデナに入った時から私たちは性格の影響を受けていたんだ。今思えばあなたと私があの見知らぬ無境で出会ったのは思考が乱れ始める前兆だったのかもしれない。 This is an inception stuff right over here. All of this is just a dream? おそらく秩序の目的は人々を眠らせることではなく、性格を利用してアスデナの奥室を物質世界に浸透させ、無境と現実を融合させることだろうな。 Whoa, what? その中には天外聖火体の記憶もたくさん混じっているはずだ。長い時を経て夢は現実と区別がつかなくなり、現実にも幻覚が現れるようになった。誰もが自分の意識ははっきりしていると思っているが、その精神はすでに秩序の殿堂に入っている。それもエナの夢の恐ろしいところね。秩序に支配された楽園では誰もが自分にとって完璧な夢を手に入れ、幸せに暮らしていくことができる。多分その唯一のほころびを除いて、あなたが夢の中で経験したことは実際に起こったことなんでしょうね。そうでなければ彼があなたをピノコニーの危機を救い、開拓の次の旅に出発するという理想的な終着点に導くことはできなかったと思うわ。ヨミさんが事前に策を練っていなかったら、私たちは永遠にこの夢の中に沈んでいたかもしれない。幸い秩序の運命は万物を支配しているが、虚無そのものには影響を与えられない。私も夢の主があらゆる代償を支払って私を追放した時、それに気づくことができた。これがあなたが彼女と一緒にいた時に違和感を覚えた理由ね。ただメモキーパーである私もやっぱり秩序の影響からは逃れられなくて幻覚に陥ってしまったの。でもあなたの記憶のおかげで今活路を切り開くチャンスができたわ。普通の人間が運命の偉大な力を手に入れたとしても、神のように完璧な世界を作ることはできない。だからあなたの夢にも欠陥が生じた。要するに世界の異常に気づくことができれば、意識を夢から抜け出させる機会もあるということだ。そしてあなたの無境の欠陥は現実世界には現れないはずのミーシャよ。あの子に関する記憶のページをめくったとき、私も自分が幻覚の中にいると確信したの。You didn't expect it all comes back to Misha. 今サンデーは調和セレモニーを利用してハルモニア聖火体の権能を奪い取った。それによってアスデナはエナの夢に落ち、人々は等しくその音符に変えられている。敗北したからといってあなたたちが弱いというわけではない。むしろ強者だからこそ美しい夢に立ち向かい、秩序の束縛を打ち破ることができたんだ。まだ一筋の希望はある。それを実現するためにブラックスワン、頼む。同じような強者のところへ私たちを連れて行ってくれないか。二人ともついてきて。この人たちは？エナの夢を受け入れ、幸せな幻想に溺れている人々だ。今のところ
彼らが深く眠っている原因を揺さぶる方法はない。あなたのクロックトリックでも効果はないだろう。だが、まだ他の方法で現状を打破するチャンスはある。先に進もう。Go to the lobby and meet with everyone. Peace. Back. Supposed to be let's keep exploring for now. Did I went the wrong way? Screw it, I'll just use the teleport. Screw it, I'll just use the freaking teleport. Robbie?
さかロビン、ロビン、ついに来たのね。ロビンさんは自らの意志でエナの夢から目覚めたんだ。そして強い彼女は諦めることなく歌い続けることで私たちをここまで導いてくれた。私が目覚めた理由はあなたたちと同じよ。夢の中で現実では絶対に起こり得ないことを経験したの。イチイス、本当にひな鳥を鳥かごに入れるの？その子には自由に空を飛んでほしいのに。このひな鳥はまだ弱い。僕たちがお世話してあげないときっと生きられないと思う。君はひなが死ぬのを見たいのかい？そういうわけじゃないけど。What's wrong with this scene? じゃあこのひなが空に戻れるようになるまで一緒にお世話してあげよう。鳥は空を飛びたいからこそ翼を持って生まれてくるんだ。たとえいつか地面に落ちることになるとしても鳥かごに閉じ込めるのは良くない。鳥は生まれた時から空のものだからね。僕たちもヒナを空に戻してあげないと。そう思わない？ Wait, is it because of what Sandy said? その幻覚は甘すぎてただの夢であるとはっきりと気づかせてくれたわ。Was it because of what Sandy said? これは私たちの最後の希望でもある。エナの夢はハルモニア聖歌隊、童顔の化身によって成り立っていて、ピノコニーのすべての生命の願いが一つになった時にだけ現れるの。今それは人々の夢の中で眠りたいという願望によってとても強固になっているわ。破壊するためにはピノコニーの全員に夢から目覚めたいと思わせる必要がある。問題はどうやるかよね。Yeah, how? I'm curious too. 人間が抱く美しい幻想への憧れはほとんど執着に近く、その真理は無意識のうちに残酷な真実に抵抗するのよ。私だってわざわざ彼が完全に無防備になるよう準備を整えて、彼自身に真実を明らかにさせることでようやく目覚めさせることができたんだから。でもピノコニーのすべての人となると、それほどの規模の人たちに同じ意志を持たせるなんてとんでもなく難しいことでしょうね。ああ、この計画はアイオンを復活させるのと同じくらい難しいかもしれない。だがそれでも黙って見ているわけにはいかない。お、ダフンエブヒュー、これは宇宙の存亡に関わる危機なんだぞ。数字なんかにこだわってる場合か。 You fucking up too? ブラックスワンのおかげだ。大したことはしてないわ。ピノコニーにいるメモキーパーたちに感謝するのね。あなたの三人の仲間もそれぞれの夢から目覚めたはずよ。これは計画の第一歩だ。ガーデン・オブ・リコレクションの助けを借りて、あなたたちのように強い人々が徐々に夢から目覚める。目覚めた自由意志はエナの夢を揺さぶる不協和音になるだろう。だがこれほど大きな無協を前に数十人では数が少なすぎる。短時間で数十万数百万単位の自由意志を目覚めさせるために他の方法を考える必要があるな。
内部からの突破が難しいなら外部に助けを求めればいい。奥室に満ちた聖景であるアスデナには共感覚無境という不思議な現象がある。それは初めてここを訪れた時、ほとんどの人は別の誰かの思考の中に現れ同じ夢を共有するというものだ。そして今この瞬間、アスデナ星系には一つの夢しか存在しない。つまり大勢の星間旅行者がアスデナ星系に跳躍してくれば、彼らの自由意志がこの夢に混ざり、その基盤を揺るがすことができるということか。でも呼び寄せた人たちが美しい夢に落ちて、かえって秩序の土台となってしまう可能性もあるわ。本当に難しいのは、あなたたちのような強い意志を持った人たちをどうやって短時間で集めるかということね。どうやら決明玉鳥を使うしかなさそうだな。いや、その必要はねえよ。あ？先週同盟を動かすまでもね、一生に一度しか使えねえ宝物は大事に取っておけ。数千、数万の自由意志？んなもん巡回レンジャーに任せろ。まさか巡回レンジャーを集められるのか？外の連中は巡回レンジャーは神出鬼没で互いに連絡も取り合ってねえと思ってる。実際はまあその通りだな。だからこそある暗黙のルールがある。ヨミ、これが何だかわかるか？私が返した異物だな。ああ、これの持ち主はあんたに教えたはずだ。こいつは巡回レンジャー以外には何の価値もねえ。本来の持ち主のとこに戻って初めて力を発揮するってな。なぜならこれは副葬品で、巡回レンジャーのために輝かしい閃光を挙げた英雄しか持つ資格がないからだ。こいつの光が宇宙に現れたなら、それは巨星の墜落を意味する。そしてその方角では無数の流星が空を切り裂く。それは集結する巡回レンジャーの火花だ。奴らは銀河の各地から駆けつける。理由を問わず、対価も問わず、ただ俺ら共通のラインを守るためだけに。巡視の姿勢は一番長い夜にしか落ちねえ。そんでその後には黎明が訪れる。俺らは長いこと沈黙してた。宇宙の臆病者、ダニ、圧政者ともに巡回レンジャーの名を思い出させる時が来たんだ。俺が最初の一撃をぶちかましてやるぜ。無境が揺らいだら計画の第二段階は私に任せてちょうだい。調和の歌声で深い眠りについている人たちを調律して、開拓の不協和音を彼らの心に伝える。そして現実への方向を示すわ。人間には強い人と弱い人がいるけれど、開拓が英雄の使命であるなら、調和の責任は強きをもって弱きを助けること。ピノコニーの救世主はピノコニーの人々自身でなければならないの。それぞれの幸せも道も彼ら自身の手で切り開くべきよ。私は七し人ではないけれど、必要とするすべての人に空へ飛び立つ勇気を伝えたい。もちろんその中には兄様も含まれてるわ。エナの夢は兄様にとっても、すべての人にとってもあまりにも残酷だもの。綿密な計画のように聞こえるけど、少し理想を語っているだけのような感じもするわね。人間の弱さは一朝一夕で克服できるものじゃないわ。そうした努力だけで本当に全ての人の気持ちを変えることができるのかしら。そうだな。だから計画で一番大事なのは
すべての人の気持ちを変えることではなく、すべての人に自己救済を選ばせることだ。つまり最後はやっぱりあなたの出番ってわけね。ハルモニア聖火隊の力は司令と変わらないから、結局は対等な力で立ち向かう必要がある。美しい夢を覆す最後の段階は私がやろう。おお、そう言ってもらえると本当に心強いわ。役割分担が決まったんならそれぞれの戦場に向かおうぜ。さあ大仕事の始まりだ。 Alright, let's freaking do this。少し二人で話せるか。もう一つ説明しておかなければならないことがあるんだ。 OK。 この盛大な宴はもうすぐ終わる。ここは最後の舞台への出発点であり、かつてはピノコニーの全ての物語の出発点でもあった。This is where Firefly uncovered the truth. ああ、彼女が最初に死の向こう側に別の世界があることに気づき、その情報を私たちに伝えてくれた。あなたは知っておくべきだ。果てしない夢の中で、私があなたたちと状況を打破する鍵を見つけられたのは、すべてある人物の献身と努力のおかげだということ。Firefly。その人物こそ、ホタルだ。夢から目覚めた彼女は、星の海で列車を見つけ、秩序の残党に関する情報を教えてくれた。それには、脚本の助けもあったのかもしれないが、その代償は。あなたも知っての通り、密航者であるホタルは私たちとは異なる方法で無境に入った。ホテルのドリームマシーンやファミリーの助けもない。彼女が夢から目覚める唯一の方法は本当の死だけだったんだ。 What? どうか彼女の意志を無駄にしないでほしい。これは私たちが全てに勝たなければならないということではなく、私たちの決意があの勇敢な少女に恥じないものでなければならないということだ。ファイアフライ準備はできたか。 Alright, let's do this for Firefly。わかった。では、目を閉じてくれ。Did he land at the exile? Okay, good. He must include harmony. Okay, 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 okay. Fire lightning. But the thing is, once again, I have to remind you guys, Topaz is not ready yet. And it has to be AoE characters. So, Acheron, Story Trailblazer, because I don't think my own is ready yet. Then I'll bring in, okay, where's my Lynx? Because I need someone to clear the debuff. And
Remove some of Kimiko's light cone though, but you know what? I'll just take a risk by bringing in Topaz. I'll bring. Is there any way to like check their? AOE. Let's just try this setup for now. Let me just try this setup for now. この雨はどれくらい続いている？私の記憶が正しければおそらく数年、数十年、あるいは数百年といったところか。純種の意志は命が尽きても消えることはないが、幸いついに亡者の魂を導くことができた。これでもう生前英雄だった彼らが虚無の傀儡になることはないだろう。見ろ、海面の影はすべて消えた。覚えているか、亡者の無念がすべて晴れれば空も晴れると言ったことだが、雨はまだ止んでいない。そうだ。一体なぜなんだ。この雨はなぜ私を選んだ。それはまだ無念を晴らしていない人がいるからだろう。凡人が運命の道を歩むというのは小舟に乗って水面を渡るようなものだ。曲がりくねった跡を残しながら可能性という名の無数の波紋を広げていく。一瞬にして過ぎ去る人間の一生に比べ、こうした波はいつまでも消えることはない。そして中にはその存在の痕跡が強烈すぎて、その一筋の波に自分の影を残してしまう者もいる。決罪霊、運命の後人の執念、それはいくつの影から生まれ、自らを当事者だと思い込み、無意識に個人の生前の行いを繰り返す。それは虚無から生まれ、虚無へと向かい、無意味な生涯を送る。そんな虚しい幻影の一つが、私と一緒に長い日々を過ごしてきた。そうだったのか。私はもう死んでいるのか。 The old man was dead after all? 君は私を見守ってくれているのか。 Oh my god. そうかもしれないな。私の役目は黄泉の守り人だから。Oh my gosh. 虚無の深淵への道を守り、その中に落ちたがらないすべての命をこちらの世界に戻れるよう導く。だが、それが死者たちの望む結果だとしたら、それでも君は変えたいと思うのか。わからない。ただかつてある人がこう言っていた。いつか自分がこの世を去る時が来たら、誰かが
墓前に花を手向けてくれることを願う。たとえそれに意味がなくてもか。たとえ意味がなくてもやらなければならないことはある。似たようなことは私も多く経験してきた。手を出せ、そして目を閉じるがいい。私があなたの願いと共に歩み続け、それを叶えよう。この視界にある最後の無念を晴らすにはそうするしかない。私はまた彼らに会えるのか。ああ、きっと。なぜならそれを教えてくれたのはあなた自身だからだ。あの列車のこと、かつて二人の仲間がいたこと、宙外で終わった開拓のこと、He's one of the nameless! 視線をくぐり抜けたこと、巡回レンジャーと出会ったこと。He's one of the nameless! もう二度と戻れない故郷、ピノコに。He's one of the three nameless! I forgot it! そうだ。何度も、アミリーに門前払いを食らい、通り過ぎることしかできなかった。Oh my gosh! だが、私の仲間がまだそこにいることは分かっている。 He's talking about leg work。 一人で。 He's talking about leg work。 ミハエル、 ティアナン、 まだそこにいるのだろうか。 No, it's T. I've got encountered ティアナン。 そろそろここを離れよう。 Oh my gosh!あなたは長い、とても長い道を行くこと。 What? What with the everyone恐れること。 But then it all makes sense。 その道の果てに、 Tiernan, one of the three nameless that came to Panacone。 それは存在の色だ。 But then got exiled by the family。 それを追いかければ、自ずと進むべき道がわかる。そして最後に、Oh my gosh! あなたたちはきっと太陽の下で再会することができるだろう。This is why you have really have to pay attention to the dialogue, man. 死が、あなたの長い夢を終わらせること。Will that be the end of your boundless dream? そして、目覚めの世界へと導くこと。存在の地平線へようこそ。ここは眠る無双者の無数にある姿の一つであると同時に、目覚めた人々が虚無に別れを告げる出口でもある。ここで最後のお別れをしよう。Be your final farewells to Acheron。現実と想像の境界線は明確にするようにね。わかった、アシゲちゃん。生命は一つの迷宮、記憶以外私たちには何もない。君の計略が決して露見しませんよ。レナの夢は兄様にとっても全ての人にとってもあまりにも残酷だもの。完璧ではないがしたり。乾杯。招待状の質問を覚えてる。生命体はなぜ眠るのか。そう、生命体はなぜ眠るのか。私たちはまだその答えを見つけられてないが、もうこの夢から目覚めようとしている。あるいは
それが答えなのかもしれないな。ここから出て来た場所へ戻るんだ。そしてピノコニーを夢から目覚めさせよう。 Will you come with us? 言っただろう。私たちの計画は全ての人の気持ちを変えることではなく、彼らに自己救済を選ばせることだと。あなたは、人はどういう時に自己救済を選ぶと思う？答えは、窮地に陥った時だ。深い海で溺れている人のように、人間の体と心は重圧がかかると、苦痛、迷い、絶望が生まれる。だが、私は信じているんだ。たとえ人間の弱さゆえに彼らが歩みを止めたとしても、本当に前に進めなくなった時、人は必ず自らを救おうとすると。そして今ピノコニーには彼らを導くのに十分な英雄たちがいる。この利己的な本能があるからこそ、無駄な抵抗だと分かっていても、人々は全力であがく。馬鹿げていると思うかもしれないが、これも一種の構想なんだ。そしてあなたは人々に道を示してくれ。救世主としてではなく、普通の人間の中にいる七死人として。そうすればあなたたちはきっと太陽の下で再会できる。雨が強くなりそうだな。別れる前に最後にいくつか質問させてほしい。これまでの美しい夢の中で、あなたは多くの人々、多くの出来事と固い絆を築いてきた。その絆を自ら断ち切ることに恐怖は感じるか？巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽しく生きていくことができる。あなたはその中で暮らしたいと思うか？ I would never ever want to live in a dream. なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、家族、赤の他人、そして爽やかな風、空を飛ぶ鳥、星々、最後にはあなた自身。全員、彼らの記憶の中の全員、その笑顔も涙も、果たした約束も果たせなかった約束も、最後には全てが定められた結末に向かっていく。旅立ちの時からその旅の終点を知っていたとして、あなたはそれでも旅を始めるか？ Yes。 そうか、よかった。重要なのは答えではなく、あなたが決断を下したということだ。耳で聞き、手で触り、頭で考えることで感じ取れるものがある。それを大切にして感じることで、私たちは存在できる。これは虚無を前にした人間に出せる唯一の答えだ。もし虚無が生命の最も原始的な恐怖であり、どんな崇高な信念もその巨大な影の下では取るに足らないものになるのなら、その影の後ろにはきっと世界で最も激しい光源が存在しているに違いない。全ての命が
死に向かって激しく成長するように、私たちは虚無の果てに向かってその最初の光を追いかける。虚無の中にいながら人々が虚無から離れていくのを見守る、なんと馬鹿げた無意味な使命なのか。だが必ず誰かが果たさなければならないこと、あなたの言う意味については、そんなものがなくても私は今日までやってきた。君が切り開いた未来は自分のものではなかったとしても、私の未来ではなかったとしても、きっと他の誰かの未来にはなるだろう。君の過去はどんなに辛いものだったんだろうな。なら私も意味のないことをしてみるとするか。最後に君の名前を教えてくれ。いい、もしかしたら次の瞬間には私の存在が消え、この会話も君の答えも忘れられるかもしれない。だが私は信じている。君の名前は誰かに記憶されるべきだと。この宇宙はきっと君の名前を忘れないだろう。 Say it. 思い出すのは難しいこともあるが、一方で忘れられないこともある。 Say it. それが記憶というものだ。過去によって作られ、遠い未来に意味を持つ。今でも覚えている。それは私の旅の始まりであり、人生における赤の根源である。全ての嵐の中で最も激しく情熱的なもの。セヨリネ、それが私の名前。ジスライデン、防戦森、メイ。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて、世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れるが、すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す時、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよく噛みしめ、目覚めの世界へ帰るといい。俺たちが探している答えはそこにある。And we're back to reality. So right, I'm sorry.So Akron's real name is Raiden Mei after all. Honkai infected players were right after all. They freaking called it. Yeah.
殺へと消えうせよ。さあカブ、思いっきりやりなさい。想像し地上が錯綜してる。ああ先を見据え長期的に見るのが投資成功の秘訣。 Now this is the real boss fight。 そうそうし動じないで。 This might be a wee bit tricky because また成果。 秩序がなければ弱者は何をもって善とする。 Oh shut the hell up。どんな手段でも全部使ってやる。えい！ナイスコンビネーション。夢から覚めるんだ。えい！ナイス。またか。ごめん、ちょっと失礼。カーブ？焦らぬ。ナイラの手を引導を渡す。何か主張があるのか、それを私に示してください。触れて溢れる渡りが。ホーリーブレイク。俺たちはいずれ夢から覚める。俺たちの歌声を聞け。これが俺たちの旋律だ。おい、マイケル・ジャクソンタイムスタート。ここに来たのはあなた。その人は朝つけと消えうせ。まだ返済しないんだ。ヤイチ、俺がリードする。夢から覚めるんだ。スーパーブレイク。やっ、エニー・リカープ Yikes! Bobaz has been heavily injured. Yikes! Hold on. Bobaz is down. Let's keep going. Let's keep going for now. Neither one.引導を渡す。This is why I didn't want bring in Topaz. Wait, fast forward. 手段を選ばない。決勝だ。面倒だ。Of all the.記録開始。で、引導を渡す。あ、虫に刺されちゃった。ベイ、エコフェレディンス。またか。これがオトラボスタート。引け。Yikes! Damn, that's painful, man. またか。違う。いずれ大地。俺がリードする。目を覚ませ。Not a looking for man. あ、無心心だ。ごめん。Oh no. またそれか。Hold on, I need to change my team.
need to change my team, man. Damn it. I need to change my team. Jumbi wa dekita ka? Wakatta. Dewa, me o tojite kure.Okay, change your plans. How many is... Wait, I'm thinking. I need to think this properly, man.I think I better be in Japan. I'm bringing links and wait.Where is March? Oh, there you go. I think this will be the key.What's on second thought?Let's try this setup.存在の地平線へようこそ。Sorry.現実と想像の境界線は生命は一つの迷宮。君の計略が。レナの夢は兄様にとっても完璧ではないやしたり招待状の質問を覚えてる生命体はそう生命体はなぜ眠るのか私たちはまだその答えを見つけられてないがもうこの夢から目覚めようとしているが強くなりそうだな別れる前に最後にいくつか質問させてほしい今日の中にいない We're watching the cutscene again 今時期の夢が動き始めるこれから訪れる夜あなたは挫折を味わい悲劇を目にするだろうやがて世界はモノクロになるそこには一抹の赤が現れるがすぐに消えてしまうだが信じてほしいあなたが決断を下す時その赤は再び現れるこの言葉の意味をよく噛みしめ目覚めの世界へ帰るといい
俺たちが探している答えはそこにある。Let's do this one more time. 秩序の夢から抜け出したのです。ちょっと寝すぎちゃったけどね。ね、あんたの寝起きの悪さを見せていって。俺がリードする。目を覚ませ。落ち着いて。想像しリュウ。What should be the tank? たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。そうよし。秩序がなければ弱者は何をもって善とする。待ちなさい。それを私に示してくたまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。素晴らしいと。さようなら。俺がリードする。聞け。いや、これが俺たちコラボスタート。Now you put too much to any game in their mind. 落ち着いて。チェックメイト。うちの出番。立ちなさい。逃がさない。ついてこい。目を覚ませ。殴ったね。素晴らしい時はやがてす。さようなら。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。鬼殺音が。ついてないね。落ち着いて。いや、聞け。あー、 1% left。 殴ったね。What percent left? 皆殺しにしてね。Phase 2 begin。 Ow. Oi. That's a little too much。Yikes! 夢と現実の区別がつかなければ。
これは偽りとは言えないでしょう。ついてこい。はっ。素晴らしい時はさようなら。必殺音が記録開始。いいな、キャッカプス。あら、優しくないね。落ち着いて。そうそうし。完璧な確証を持ってね。あ、カモン。復元を再現せよ。リリー。リリー。Robin, that's definitely Robin. 秩序の楽章の中にもう一つの声が現れた。The third song that wasn't being used throughout the entire time. ピノコニーの Which was reviewed during the 最初で最後の不協和音。Wait, what?Press to use Horizon's Echo from afar to attack enemies. 美しい夢に囚われていた人たちが今自由の中に目覚め始めた。 What? Wait, excuse me! What the hell? ロビン。 What the hell was that? What the hell was that? ミー様に聞こえているのはみんなの心の声よ。ここは彼らの望む楽園じゃないのですが、人々は依然として進むべき方向が分かっていません。私は空に輝く唯一の星となり、Oh, shut the hell up! Shut the hell up! 星があるのが永遠に孤独な闇夜だったとしても、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。これが俺たちの戦慄だ。コラボスタート。素晴らしい時はさようなら。Now we got good music, buddy. Oh, sorry. the stick. 立ちなさい。俺がリードする。聞け。呼吸するその感覚覚えておいて。落ち着いて。万物は殲滅から離れられる。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。バン。遠くに行くためなら手段を選ばない。あら、優しい。万物を味わいなさい。スープブレステナイス。立ち抜け。イーサマ、インカミントレイン。人間の弱さは他人に救えるものじゃないわ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。March, please continue tanking. ついてこい。目をかませ。これが俺コラボスタート。素晴らしい時はさようなら。お、1% left.1% left, 1% left. 殴ったね。 Wake up already. 反則の記録。 Still 1%. 落ち着いて。 Still 1%. Okay, 0% already. 私たちが孤独で。 Phase 3, Phase 3, Phase 3. なぜ別々の道を歩むことになったのでしょうね。最後の交渉はこれで終わりです。
すべての想像は終わる。麦の日に至る。哲学の大事。万象を再構築するのです。あなたたちの楽園がより多くの人を救えるのなら、その手で私の進む道を立ってください。あ、the music's kicking in already. Every time you break a layer of enemy toughness, you gain a certain collective shield.Break as many layers of enemy toughness as you can to gain collective shield and resist damage from Im Anfang War Die Tat. Gotcha. Alright, we got Snowmo from here on out. It must you left. Game on it. I'll lead. I'll wake up from the dream. Get us another shield. That man's servant. How did he manage? Just to touch it. Alright.This is another shield. Incoming train! I don't care, I'm just gonna keep using it. Just keep using the train. Try to get as many shields as possible. Keep there, Eddie. Uh-oh. Okay.Come on, Kefka. Deal a more damage. Oh. Apparently using Kefka's ultimate kind of this pyramid dropping. But I'm gonna keep attacking. I'm gonna keep attacking. $160 to $0, Kish. Oh. Stone Day 80.俺たちの歌声を聞け。吹け。吹け。この神の肉体を我が楽園の礎となりなさい。Oh boy, how much damage? 殴ったね。Ouch, that hurts. That freaking hurts. That kind of hurts.Just keep attacking for now. Will it start back from day one? Yeah, day one again. Really?これが俺たちの戦慄だ。コラボスタート。 Alright, Trailblazer, do your Michael Jackson. Backup dancer activated. Bring forth the train. 過去に縛られるな。 32% though. We should done more though, but...Sorry, Kefka. Oh my gosh, this is so good. This is so good. Alright. We had a bad start, but this is a good team setup. 俺たちの歌声を聞け。呼吸するこの感覚覚えておいて。44%。いや。44%。ちゃんと立ちなさい。41%。
皆殺しにして。冒涜。クリチ。俺のテンポについてこい。夢から覚めるんだ。ポカポカディビングス。Oh no. Guess who they gotta keep this way? It's you then.落ち着いて。15%。 Dream of the turn! 7% left! Come on! たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。 It's not gonna freeze, but never mind. 不敬。 歴訪に誓う。 Oh boy, they do. ごめん。ちょっと失礼。Broken! Okay. Right, Kafka. Let's end this. Battle over. Kinda wish I ended with an outdoor, but it doesn't matter. Job done! Job done! それはいつの日か。あ、スパークルズ・ウォーカップ・グレーショー。ネクストワン。夢から覚めるためだ。It's a beautiful shot right over there. 琥珀歴2158期、紀元元年、ある燃え盛る陰謀が夢の地で世紀の幕開けとともに実行に移されたが、混乱と迷いの中で瞬く間に怪人に帰した。その48システム時間の間に多くのことが起こったと言われている。ある太陽が落ち、ある楽園が崩れ、ある世界の主が変わり、ある体が朽ち果て、あるハゲワシの群れが集まり、ある兄弟が長い別れを迎えた。そしてあるアイオーンが再び眠りについた。それによって喜ぶ人もいれば、悔しがる人もいる。また、すべてを見届けた人もいた。彼らは宇宙の尺度から見れば取るに足らない存在で、今回、祖は尊厳を持って死んだと言った。銀河は純粋なる夜明けを迎え、激しい嵐が形を成し始めた。すべてを琥珀の王に捧げようという声はますます高まっているが、人々がどれだけ見つめようと、クリフォトに巨大なハンマーを振り下ろさせることができるのは時間だけ。それは永遠に止まることなく繰り返される。今回の星球列車の物語はひとまず終わりを告げた。しかし時間は前に進み続け、開拓の旅も新たなショーの幕を開けようとしている。 Oh, now what? お兄ちゃん、お星様もいつか死んじゃうの？ That's Robin. どうしたんだい？急にそんなことを聞くなんて。 There has to be Sunday. だってあの小鳥の形をした星座が少し暗くなった気がして、あのハートイクルーザ？ああ、あれはハードイーグル座だね。大丈夫、
あの星座はまだあそこにあるから。ただピノコニーからだと春と夏が交わる時にしか見えないんだ。でもさっきの質問の答えは、僕は星も人と同じように死ぬと思う。ところでロビン、知ってるかい？どの星の光も今のものじゃないらしいんだ。僕たちが見てる星空はずっと前に星が放った光なんだって。その光は星が死んだ後も数百万光年の旅を続け、数百万年の時をかけて他の世界の夜空を照らしてる。僕たちの楽園にも同じように光る星が一つある。その星が照らす時間は永遠。その名前は幸福だ。違うわ、一つだけのはずない。きっと二つ。空いっぱいの星に決まってる。そうだね。お兄ちゃん、指切りして。わかった、指切りで約束しよう。僕たちの理想はどんなことがあっても変わったりしないって。約束よ。That, I feel uneasy seeing that. I feel uneasy seeing that credit scene, man. And it's starting all over again. Ineko, Firefly, Sam, Burden Boss, Kakavasha, Mihail, Watchmaker, Tenakuni, Gallagher, Gopherwood as Remaster, Script Supervisor, Elio. I hope this is the end, like for real, man. This is the real end. In loving memory, Rosalina Jane Estella, an ex-surveyor aboard the Expo Express and a young scholar, brimming with enthusiasm and curiosity. Hailing from Zorina Earth System, enlightened by remembrance and dominated by academic elites, she majored in memorial dynamics to seek out broader academic possibilities. She joined the crew on Expo Express to build Astana and launch her research into Memoria. Towards the end of the war independence, she was too founder of Behind the Land of the Dreams. And then with Brooklyn Tiernan, the former guard of the Extra Express and outstanding guard Stinger, hailing from the frontier world of Frati, his worship of local legend Oakley the Musketeer saw him aboard the Extra Express. During the war, he was one of Penacomi, most accomplished general and sole winner of the Frank Hunter Medal. That was until the day as a self-annihilator found his relic. Truly he was fear, noble and selfless warrior. Mihail Shah Lakework, former mechanic of the X2 Express and the legendary Big Shot of Penacony, the Watchmaker. Hailing from the oceanic planet of Bushaka, he was adopted by legendary seafarers, the Mihail Shah couple. He died a quiet death in a forbidden corner somewhere with only a handful of attendants at his funeral. In line with the nameless tradition, his crew ticket was returned to the starry seas. Meanwhile, Penacony remains resplendent in his glory and the child's dream will continue in perpetuity. May this journey lead us starward. And we're back to reality. Oh, man. That was long. That was ridiculously long. Mata anata no koe ga kikete ureshii wa. Konkai no utage no 最大の黒幕として勝者になったのね。おめでとう。わざわざからかうために電話してきたのかい？ An Avengine is alive. まさか。For real. ただ、今回も負けなかったことを残念に思っているだけ。たった一人で狼の巣に入り込み、ドリームリーフの真実を掘り出した上、あの準備の騎士の助けを借りて無事に帰還するなんて、それとあなたが開拓のお友達から手に入れた録音だけど、この賭けで最も価値のあるリターンになったわよ。でもそれを勝ち取る代償として貴
石を一つ失うのはちょっと高くつきすぎね。ついさっきダイヤモンドがあなたについての会議を開いたわ。予想通りだね。それでダイヤモンドは僕を降格させるつもりなのかい？それともこのまま銃の赤心から追い出すつもりとか？せっかくの機会だからかけてみたらどう？いいだろう。じゃあこっちは彼が僕を P46 に昇進させる方にかけよう。それで何をかけるの？本気でやるつもりかい？それなら何もかけたくないな。君が相手じゃ何もかも失うことになりかねない。ま、遊びでかけるなら、そうだね、僕たちが初めて会った時と同じようにこの命をかけよう。おー、バディ、What the hell? 面白いじゃない。でも結局はダイヤモンドが決めることだから、誰も事前に答えを知ることはできないわ。今ピノコニーに向かってるの。後のことが片付いたら一緒にピアポイントに戻って答え合わせをしましょう。OK。僕の方はしばらく何もすることがなさそうだね。これは休暇を楽しんで構わないってことかな？ええ、私とトパーズに任せてちょうだい。おかげさまで翡翠がファミリーの拠点に運び込まれた瞬間、カンパニーの準備は整ったから。蒔いた種はすでに根を張り芽を出したわ。そして収穫の時が訪れる。おや？ What? 今日はこの辺にしておこう。ちょっとお客さんが来たみたいだ。どうしよう？今日は珍しいことが続くな。巡回レンジャー兼指名手配犯が自らやってくるなんて。君、カンパニーの艦隊の前で社員を二人殺したろ。それが何を意味するのか分かってるのかい？ホーリーウーボー、あいつらにはちょっと眠ってもらっただけだ。そんなんで落とそうったって無駄だぜ。俺が倒したカンパニーの犬の数はあんたが今まで絞り取ってきた余剰価値より多いからな。手配書にいくつかゼロを足されたところで痛くも痒くもねえ。実はあんたに聞きたいことがあるんだ。正直に答えてくれ、さもないと今ここで俺の弾丸とキスすることになる。Now what? This guy's got beef with the Venturino AD? 教えろ、オスワルド・シュナイダーはどこにいる？あ？Wow! Wow! You just had to end it there, huh? You just had to freaking end it right over there. Sheesh. Well, guess we'll just have to wait until 2.3 drops, I guess, because I really want to know the whereabouts of what happened to Firefly. And...That scene earlier on, man. Apparently, Bushiu has beef with Aventurine. So, that's that. Alright.